はい、皆さん、こんにちは。犬ぷんチャンネルです。はい、今回の動画ではですね、ちょっと情報としてはですね、ちょっと遅くなっちゃったんですけども、1月のですね、29日に発売されたですね、こちらの一番くじ、僕のヒーローアカデミアウルトラインパクトというですね、一番くじのですね、やってきた内容ですね。ちょっと皆さんにお伝えしていきたいなと思います。で、これももともとね、昨年の12月のね、25日発売予定だったんですけども、メーカーさんのね、いろいろと都合もありまして、ちょっと、1ヶ月先に延期して1月29日発売ということで、今回発売されました。はい。で、早速なんですけども、まずもう皆さん、他の YouTube とかで見られている可能性もあるんですが、それぞれですね、商品のアソートに関してですね、簡単にご説明させていただければなと思います。それではですね、各商の紹介をさせていただきたいと思います。はい。まずはじめは、A 商、緑谷出久ウルトラインパクトフィギュア。こちら数が2本になっております。次は B 賞、爆豪勝ち気ウルトラインパクトフィギュア。こちらも本数は2本になっています。そして C 賞、うららかお茶子ウルトラインパクトフィギュア。こちらは本数1本になっています。はい。で、D 賞、とどろき賞とウルトラインパクトフィギュア。こちらも本数が2本になっています。これがちょっと目玉になります。はい。E 賞、オールマイトウルトラインパクトフィギュア。これは本数が1本となります。そして、目玉の一つ、F 賞、相沢翔太ウルトラインパクトフィギュア。こちらも本数が1本。そしてフィギュアが最後、G 賞、ホークスウルトラインパクトフィギュア。数が1本。はい。そしてフィギュア以外、こちら H 賞ですね。アクリルスタンド、全25種類、25本ということで、被らないという仕様になってますね。はい。そして次が I 賞、アートタオル。これが8種類で、本数が20本。そして J 賞、ラバーキーホルダー、全12種で、本数が25本。そして最後にラストワン賞、緑谷出久ウルトラインパクトフィギュアラストワンバージョン、本数1本となっております。はい。以上で、ワンロット80本の、くじになってます。今回ね、フィギュアの本数がね、これめちゃめちゃ多くてですね、もうね、パッと見た感じです。もう、すごかったですね。もう、デコマスの段階でね、結構、クオリティが高そうだな、というところで、もう、ヒロアカのね、一番くじフィギュアはね、外れがないっていうふうにね、結構よく言われていて、また今回もね、いいクオリティのものをね、出してきたかな、という感じはします。はい。で、そしてですね、今回のヒロアカのくじなんですけども、ちょっと通常と違うような仕様になってます。こちら、画面表示されているように、ウルトラインパクトっていうね、ヒロアカを題材したね、ソーシャルゲームですね、スマホの。これをベースにした、今回一番くじになってまして、そのゲームの中のですね、イメージを、フィギュア化したり、あるいは他の、とアクリルパネルだったり、アートタオル、ラバーキ、トラップにしたりというような、商品にはなっております。で、今回はね、上位賞のフィギュアはもちろんなんですけども、他のね、賞にあるね、アイテムもね、またね、コレクター欲をね、すごいそそるね、いい、デザインだったり、特にね、集めたくなるようなアイテムばっかりでね、さすがバンダイさんだなと、
ヒロアカはね、毎回外れない、アイテムを揃えてくるなっていう印象をね、すごい思いました。でね、まあ、犬分どうしてもね、これね、コレクションをね、したいと。熱がすごい入ってましてね。まあ、皆さんね、ここでね、くじがどうだったか、みたいな。どれだけ引きましたみたいな。まあ、紹介されてる方多いと思うんですけどね。犬分はですね、ちょっとね、今回、買い方を、ちょっと変えてみました。というのもですね、どういうことになったかっていうと、こちらです。はい。ロット買いしちゃいました。はい。ではですね、購入してきたものをですね、ご紹介したいと思うんですが、まあまあ数すごいあります。そのようなので、ここから先はですね、ちょっと早送りでご案内したいと思うんですが、まあ、H 賞のアクリルスタンドはね、全種揃えるのがなかなか難しいというところもあって、まあ、今回、ロット買いしたということで、まあ、良かったかなというふうには思ってます。本当にどれも全部欲しかった感じなので。で、フィギュアはですね、まあ、よくお馴染みなんですけども、緑谷、バクゴ、そしてトドロキ、まあ、このオリジン3人組ですね。これはまあ、いつも通りですね、ワンロットの中に2本ずつあるといった感じですね。はい。そしてラストワン賞という形で、ゲットしてきてきました。はい。こんな感じで圧巻ですね。はい。で、こんな感じ。数が多いのでね、開封動画等はですね、また改めてご紹介したいなと思います。じゃあなんでね、犬ぷん、ロット買いなんかしたのって思われるかと思うんですが、はい、これに関してはですね、ヒロアカファンとかですね、まあ多くのフィギュアコレクターの方にも、まあ記憶に残っていらっしゃる方、多いかと思うんですけども、実はですね、昨年の10月にですね、まあこのヒロアカを題材にした、このような商品がですね、発売されております。はい、で、それがこちらです。一番くじ、僕のヒーローアカデミア、ザ・ムービー、ワールド・ヒーローズ・ミッション。まあ、この時期にですね、上映してました、新作の、ヒーローアカデミアの、映画をですね、題材にして、一番くじが、発売されてました。で、まあ、これもですね、多くの話題を呼びました。フィギュアがですね、とてもクオリティ高くてかっこいいということですね。で、私、これがですね、寝坊したってこととですね、まあ、買いに行った店舗をですね、ちょっとミスってしまいまして、本当にね、ちょっとしか買えなかったってことで、で、まあ、フィギュアもですね、その時ですね、ゲットできなかったということで、とてもね、悔しい思いをして、結局ですね、後で、フリマアプリでフィギュア購入しちゃったんですけども、そういった、まあ、苦い思い出っていうのもあって、まあ、コツコツこの景品もですね、集めてたってこともあって、まあ、そんな苦い思いは嫌だな。ということで、今回ですね、思い切って、ロット買いをしてしまいました。はい。ということでですね、本日は一番くじ僕のヒーローアカデミア、ウルトラインパクトのご紹介となりました。はい。で、先ほどもね、ちょっと触れたと思うんですけども、まあ、ちょっとロット買いしちゃったってこともあって、アイテムの数がね、非常に多いので、ちょっと今回この動画でね、ちょっと開封動画とか、まあ、フィギュアのレビューとかっていったところがね、ちょっとなかなかお時間的に難しいので、また改めてね、他の動画でね、ご紹介したいなと思います。それでね、まあ、ちょっと動画配信をね、始めてまだ間もないということもあって、ちょっと不慣れな部分があります。なので、まあ、ちょっと情報のね、発信が遅れちゃったりとかして、見苦しい部分があったりとかするんですけども、ちょっと先にね、謝っていこうかなと思います。で、今後もですね、まあ、4月と、また5月にですね、先日発表されてますけども、新しい、ヒロアカのね、一番くじが出ます。なので、その辺もチャレンジしていきて、で、まあ、その辺の動画もですね、またアップできればなと思ってますし、まあ、それ以外もですね、ヒロアカ一番くじじゃないんですけども、まあ、スケールフィギュアって言われていたものが、
まあ、今後続々と出るというふうな、ニュースとか、ちょびちょび出てきているので、まあ、その辺もですね、まあ、購入できるものがあれば購入しますし、まあ、フィギュア以外もですね、いろんなグッズが続々と出てきておりますので、まあ、ぜひ皆さんにね、その辺の情報をね、お届けできたらなと思っております。はい。以上で今日の動画は、締めさせていただきます。皆さんご視聴ありがとうございました。はい。この動画面白いなと思った方は、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それじゃあ次回の動画でまた会いましょう。じゃあ皆さんまたねー。バイバーイ。バイバーイ。